さあ行こう。移動検知、興味深い。敵のセンサー読み取りを検知。やった。防衛施設侵入者あり、排除必要。どうやらターゲット。やった。最新のインスティチュートセンサーを装備しています。ジロックを終え、なんだあれは。あばよ。抗戦します。ステルス能力素晴らしい。アシアクチュエーターにダメージ。なるほど、死が怖いから隠れているのか。現地から逃れ続けるのは不可能。ステルス。死んでもらう。侵入者は排除する。時間はかからないはずだ。で食う虫も好きず。素晴らしい。大掃除終了。
ケロックの状況。危険。投影する。クソ。話にならん。奴らだ。避難しろ。いいね。いいね。ガラクタばかりだ。澄み切った心の持ち主じゃなきゃこんな場所は作れなかっただろう。上に参ります。どっか下に参ります。6階行こうと思ってかけるわけじゃないが、どこに行きました？できたら準備はできています。素晴らしい。敵のセンサー。古い友人でなければ冷凍食品だったか。最後に会った時は豆とアップルコブラの近くだったよな。
やった。家が200年もの間ボロボロだったとは気の毒にな。だがルームメイトは必要ない。出て行け。このドアをノックされるとは思わなかった。ダイヤモンドシティにたどり着ける可能性は半々だと思っていた。その後、連邦にしゃぶり尽くされると考えてたんだ。移動を検知。興味深い。地下に住むっていう好みが絶対に変わらない奴もいる。何かいる。いないとは思えない。あれはいただいていこう。したいことが何でやろうと思うようにもいかないだろうさ。敵はステルスを使用しているかもしれません。興味深いです。敵を検知。ありがとう。逃げた。素晴らしい。ビンゴだ。やった。誰かいるのか。
センサーの過剰反応。発見。こいつより。雨でかかっては来ないだろう。根性も意志の強さもあるのは認める。立派なことだ。だがまるきり分かっちゃいない状態で頭がパンクしている。センサー読み取りを検知。手もあるな。やった。いいね。やった。やったな。探していた相手はここだ。部下の人造人間たちは非番でな。話をしようじゃないか。ほう、来た。連邦一へこまないようだ。しいな。そいつは俺の称号だと思ってたんだが。息子はどこだ。ショーンはどこなんだ。こっちもあんたと同じような操り人形なのさ。こっちの舞台が少し大きかった。それだけだ。ショーンはいい子だ。思っていたより少し年上だったろう。どうだ。だがよくやっている。ただここにはいない。影で糸を引いていた奴らと一緒だ。あの子がどこにいるのか教えろ、クソったれが。いいだろう。ここまで頑張ったんだからな。ショーンはいいところにいる。安全で快適な場所で愛されている。あの子はそこを家と呼んでいる。インスティチュートだ。それでどこにある、このインスティチュートってのは。どうやったら行けるんだ。おい、聞いてなかったのか。
インスティチュートは見つからない。インスティチュートが見つけるんだ。クローゼットを開けたってただのクローゼットだ。中に隠れている怪物は絶対に見つからない。そいつがクローゼットから飛び出すまではな。だがもう話は十分だろう。最後はどうやって終わるか分かっているだろう。だから準備はいいか。覚悟は。よし。誰かを傷つけることもなくなった。辺りをよく見ろ。ここに隠れている機密情報を全て手に入れる。この技術はほぼ人間じゃなかった。バレンタイン。だからケロックの話はたわごとじゃない。ショーンは本当に中にいるんだ。インスティチュートがどこにあるかは知らないが、奴らは俺を作ったんだから。方法があるはずだ、ニック。今はまずい状態にある。一歩後退する時だ。新しい人間を引き入れよう。知り合いで唯一インスティチュートの尻尾をつかみたがっているのはダイヤモンドシティのレポーター、パイパーだ。彼女と話してみよう。なぜパイパーが助けになる？信じてくれ。あの女は口にするよりずっと多くのことを知っている。そして多くの情報を漏らす。彼女と知り合えば頼んだ仕事はやってくれる。それにこの事件は誰かと検討する必要がある。よし、行こう。おい、前を向け。夜の闇は濃くなったが、永遠には続かない。帰還せよ。一人にしてほしいの。あらあら、ニッキー・バレンタインが珍しくこのオフィスに入ってきたよ。何を言えばいいのやら、パイパー。あんたと俺と不運が古い下水管を流れる三星雨のように一緒になって流れていくようだ。その例えにはここにいる依頼人も入ってるの？それで二人してこの事件にとうとう私を引き入れようって言うんだね。どういう話？どこから始める？
ケロックがインスティチュートと組んでいると分かったところか、それともショーンは奴らといるとケロックが話したところか。インスティチュート？うわ、この気味の悪い話を調べて1年以上になるの。連邦のお化けね。誰からも恐れられ憎まれている。全くその通り。時には真夜中に人をさらう、時には古い人造人間を置き去りにして奴らがそこにいると思い出させる。でも今日に至るまで誰もよく知らないことが一つ。インスティチュートが本当はどこにあるのか、あるいはどうやって中に入るのか。その通り。でも知っている人が一人はいるはずでしょ。ショーンをそいつらに渡した人間が。ケロッグか。ふん。何を考えていたとしても関係ない。奴は死んだ。そう、会った瞬間に静かに終わる相手じゃないと分かったよ。それで殺し屋の誘拐犯は復讐に燃える親に脳みそを吹っ飛ばされたわけね。これで連邦最大の謎が残っていなければ素晴らしいエンディングだったのに。奴は話さない。たとえ生き返らせる方法があったとしても。脳みそを吹き飛ばされてる。脳みそだ。そんな男はもういらないよな。ニック、言ってることがおかしくなってるよ。古いサブルーチンに欠陥があるんじゃない？いいか。グッドネイバーにメモリーデンと呼ばれる場所がある。心に残る過去の記憶を、それが起きた日のようにはっきりと蘇らせてくれる。死んだ脳に記憶に隠れた心を歌わせることができる人がいるとしたら、ドクターアマリだ。ドクターアマリとは何者なんだ？彼女の半生は直接語らせるよ。今はこっちに集中しよう。ケロックの脳の一部が必要になると思う。十分な量の開発室をアマリに持って行って、これがうまくいくかどうか確かめてみよう。まいったな、ニック。気持ち悪い。本気？嫌な話なのは承知だが、他に選択肢があるか？何の手がかりもない。全くだ。あの傭兵の脳に知りたい秘密が全て詰まってるかもしれないんだぞ。正確には何がいる、ニック？ケロッグの脳だ。大博打だが、ドクターアマリなら蘇らせられるかも。あの傭兵が何を知っていたのか確かめてみよう。実はすでにあるものを持ってる。ケロッグはこれを持ってた。頭の中に。サイバネティクスってやつか？宝くじに当たるかもな。この突飛な脳の話に乗るかどうかはともかく、全員で連邦中を駆け回るわけにはいかない。で、誰が一緒に行くの？ドクターアマリに紹介するなら、どっちにしろメモリーデンに行かなきゃならない。だが一緒に行きたいならそう言ってくれ。メモリーデンのことをもっと教えてくれないか？グッドネイバーにある。少し危険な北東の方角だ。メモリーデンはただ洒落てつけた名じゃない。文字通りなんだ。大勢の人間が人生のいい思い出を再生させるためだけに大金をはたく。何度も何度もね。だが俺たちは違う。別人の心の奥深くに潜り込もうっていうんだ。向こうであってもいいし、一緒に向かっても構わない。パイパーと行く。向こうで会おう、ニック。分かった。気をつけてな。心配するな。お前の息子は取り戻す。あと少しだ。おい。ん？多分使えるものは持ってるんじゃないかな。